次回の世界遺産は日本の一番新しい世界遺産、縄文遺跡群です。海の近くや森に残る遺跡の数々、数千年前に縄文人が作った大規模集落の跡です。北海道と北東北、北の大地で彼らがどんな暮らしをしていたのか1年かけて撮影しました。春夏秋冬、四季折々の縄文遺跡の姿、日本の一番新しい世界遺産、北海道北東北の縄文遺跡群、10月2日午後6時。